今月18日に開幕する春の選抜高校野球大会に出場する有田工業の野球部が今日県庁を訪れ、勝って佐賀の人を元気にしたいと意気込みました。県庁を訪れたのは2013年夏以来2度目の甲子園出場で初の選抜となる有田工業の野球部の選手2人と監督などです。はじめに梅崎真嗣監督がキャッチャーの神原風雅主将とエースの塚本優也投手を紹介。山口知事は有田工業の甲子園出場を県民は誇りに思っているし期待している、自分たちらしい野球でみんなを驚かせてほしいと激励しました。守備ではエラーをせずにしっかりとした野球をして、打撃面では低い打球を徹底して1点をもぎ取る野球をしたいと思います。低めの球を打たせてヒットを打って勝ちたいと思います。一勝して佐賀の人を元気にできるように頑張ります。大会は今月18日に阪神甲子園球場で開幕し、有田工業は大会4日目の第1試合で東京都の国学院久我山と対戦します。